今年どんな年になるかみたいなことをお話ししたくですね、フィジカルでイベントやるっていうのも結構重要だなって、接点を作る活動は絶対にやった方がいいと思います。契約を継承しないといけないみたいな世界観っていうのがどんどん広がってくるかなっていうふうに思っていまして、感覚的に捉えてもらえることが一番大事っていう、ユーティリティ、あとロードマップ、コミュニティ、これをめちゃくちゃやんなきゃいけないと。始めました、ブレイク TV。 本日のテーマは NFT 市場の課題についてです。 SBI NFT 株式会社よりコウさん、中田さんに来ていただいております。そしてスタートバン株式会社より C さんにお越しいただきました。それでは中田さん、よろしくお願いします。 SBI NFT の中田と申します。よろしくお願いします。今日進行させていただきます。まず今日一緒にお話しさせていただく2名をご紹介します。まず弊社から、代表のコウです。はい、皆さん、こんにちは。SBI NFT、代表のコウです。本日は、いろいろと楽しいお話できればいいかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、あと弊社のアライアンスパートナー、スタートバーン株式会社代表 CEO の、C さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。スタートバーン株式会社の代表の C と申します。よろしくお願いいたします。今日はめちゃくちゃ楽しい話ができるということで、楽しみにしてまいりました。よろしくお願いいたします。はい。では早速なんですけど、まあ、今日3人でですね、今年どんな年になるかみたいなことをお話ししたくてですね、はい、うん、私の方でちょっとスライドを用意したんですが、課題からどんなことできるかみたいなところを3人で模索していきたいと思っています。まずですね、去年1年間、まあ、NFT がまあ活発に行われた中で4つほど課題があるんじゃないかなと思ってます。でまず1つは、日本で活動していると、まあ、社会の中でどうやって実装していくかみたいなところがあって、リテラシーを高めることが必要だと。でもう一つは、まあ、先日もオープンシーが、これを発表してましたけども、やはりその、センサーシップといって、その NFT 自体のクオリティですね、著作権侵害してないかとか、あとは、まあ、パクってないかとか、そういったところについても、まあ、課題から解決できたらいいなと思ってます。そしてコレクタブルとかアートの活動をしてきて、まあ、NFT 疲れっていうのがあったぐらいですから、うんうん、活動の継続性とかプロジェクトを継続できるのかと。で最後に法整備のところですね。今絶賛、いろんなところを巻き込んでやっていると思うんですけど、こういったところをお話していきたいと思います。まず一つちょっとデータをお見せしたいと思います。これ海外のリサーチ会社ファインダーが出しているんですけれども、世界の大人2万7000人に調査をしました。 NFT についてですね、これ各国21カ国だーっとあるんですけども、 NFT を知っていますかという問いに対して、このランキングが出ていまして、この90いいのかなと思いきや、これは日本が一番最低ということでして、ひどい、わからない人が 90% ってことね。そうなんですよ。例えるならばどんくらいなんですかね。まあ10人に NFT 知ってるって聞いたら9人が知り、まあ、言葉は知ってるけど知りませんって、なんだかわかんないとか、もしくは説明できないみたいなところだと思うんですよね。結構話題になってるイメージがあるのに、それでもやっぱり浸透しないですね。なんだっけ、流行語大賞ノミネートされた言葉でもあるにもかかわらずってことから、逆に言うとでも伸びしろしかないみたいな感じも感じはするんですが、この辺はまあ課題でもあり、今後の期待値でもあるっていうふうに捉えていいんですかね。そうですね、我々もこれに気づいて、去年の10月に地道にこうリテラシーを高めるためにしっかり説明しつこう、 Web3 とかメタバースとか NFT 一個一個定義してやっていこうみたいなところがあったと思うんですけど、それでもやっぱり NFT の言葉はしてても理解してないっていうのが、なんかこれしっくりくるような感じがしていて、特になんかこの下の方に行くと、ナイジェリアとか 50% してる、ね、そうなんですよ。フィリピンの 48%、まあ、これはやっぱりアクシーインフィニティがすごいだいぶ半分を貢献してるわけですよね、はい、タイとかあの辺の東南アジアね、はい、なんで東南アジアはすごく高くて、ベトナム、マレーシア、フィリピン、ここは上位に来ていたりするんですけど、やっぱり日本は受け身なのか議論が足りないのか、まあ、ちょっとこの辺が課題感かなというのをやってます、はい、まあ、これは我々ずっと地道にやってきてる、企業の方だと思うんですけど、もっとやる必要があるかなというところがあります、うん、そうですね。でもう一方ちょっと違う切り口でいくとですね、この同じ、まあ、人数に対して、
NFT を買う予定がありますかというランキングになります。でこれも日本は一番下で100人中2人ぐらいが買う予定がある。つまり認知度も低いけれども買う予定もないと、まあ、ロイヤリティが低いということもあって、その買う意味とかこれは何なのかっていうのをやらなきゃいけないなというのがここにも表れています。なんか実感とかってありますか？結構 C さんセミナー出たりとか、そうですね、あとは企業めちゃめちゃやってるじゃないですか。そうですね、興味がある感じは実感としてはあるんですけど、うん、そこら辺実際に買うってところにいたの、なんかあのアートの世界でいうと美術館に行く人はめちゃくちゃ多いけど購入者が少ないみたいなのにならないのが理想だなと思いますね。つまりなんかそもそもそういう風な民族性があるからそうだってならない未来をなんか作りたいなと思いますけどね。なんかまだ NFT がイコールこういわゆる暗号資産仮想通貨で、日本はそもそものまだまだちょっとネガティブなイメージ、先ほどのね 50% の認知度がある国もあればうちね 90% の認知度の国もあるのが日本なので、ここはやっぱり今までの歴史、日本の暗号資産からの来たあのちょっと怪しい雰囲気のところと、あともともと投資文化があまりない日本、やっぱりこうタンス貯金が大好きな国民性がやっぱ、その辺が強く今、ね、NFT に関しても実態がわからないのもあるけども、買ったところでこれが資産性として認知されるかどうかが多分なかなか認識されないところが結構あるんじゃないかなっていうのはあります。 FX よりさらに危険なものみたいな感じにとらわれて、そうあそこはね、本当にそれこそ今我々の活動であったり、最近だとメディアとかね、本当に大手新聞 NHK もそうだし、テレビ局、まあ、そういったところもすごくアート文脈を中心にあの NFT に関するこうお話解説とか、あとテレビのバラエティでもね、こう芸能人が書いてみてそれを売ってみたら、うわーすごいなんか儲かったみたいなタイトルでの NFT の番組とかだんだん増えてきてるので、これはあの別に傾向としては悪くはないと思ってます。ここで、あ、そういうものなんだっていうか、先ほど言った美術館に行くのと同じぐらい手軽なものなんだみたいな、そういったこう発信がどんどん我々も中心にやっていく必要があるのかなっていうのは思いますね。あとはあの仮想通貨が結構メインにフィーチャーされちゃうんですけど、そのお金にフィーチャーすると結構厳しくて、まあ、もちろん大事な要素なんですけど、これ基盤なんですよね、システムなんですよね。でそのシステムを作るのが NFT であって、そこに目を向けてほしいと思っています、なので、まあ、NFT がもたらすものっていうのは、この今までその、インターネット、そのプラットフォームとか SNS とかでできなかったところをカバーするという面で、それを NFT をがサポートするので、どっちかというと NFT を説明しすぎると難しくなってくるんですよね、基盤の話なんで、なんで、まあ、この辺をちょっと明確に私は最近意識して発言するようにしています、まあ、確かに大事ですね、感覚的に捉えてもらえることが一番大事っていうね、それはすごく感じます、ありがとうございます。はい、まあそんなところで先ほどもお話してますけど、やっぱり、今必要なことは、まあ、地道にリテラシーを高める作業ということで、セミナーとか勉強会とか、ね、Cさんも常になんか今日はあそこ行くんだってセミナーをやるとか、ね、セミナーとか喋る機会が多いって言ってますね、最近ね、はい、あともう一つはやっぱりその接点を作り出すことが大事かと思っていまして、まあ、展示会とか、あとは物理的な作品、どうしてもデジタルシフトの話だと思うんですけど、こう一回そのフィジカルを経由することも大事なのかなというふうに思いますが、その辺、まあ、Cさんずっとアートの文脈でやられてるんで、フィジカルとデジタルの融合というのをやられてると思うんですけど、その辺はどうやっていけばいいという、ことありますか？そうですね、なんか まずそのフィジカルって、フィジカルな作品を NFT で管理するっていうのももちろんあるんですけど、フィジカルでイベントをやるっていうのも結構重要だなってここ半年で感じてるんですけど、やっぱりフィジカルにイベントに人が集まってる様子とかがやっぱりこうメディアに取り上げられるとか、なんか人がやっぱりどういうふうにさ楽しんでるかみたいなところがより普及すると普及するイメージがありますね、で他方で僕らなんかインフラで何やってるのか分かんないみたいな会社だと、結構テレビの取材とかも途中で冗長確認で
なんか見栄えしないからやめましょうみたいになってるとこもするんですよね。僕は見栄えしないわけじゃないんですけどね。見栄えしますよ。迫力ありますよ。僕の問題じゃないから。でもなんかやっぱりあの今回のあのファッションの展示とかになると見栄えがするっていうか、うん、場所があって、うん、なんかもう視覚的にあるものがあって鑑賞者がいてっていう構図があると、うん、やっぱりあの人はあの何が行われているのかっていうのが分かりやすくて広まりやすいっていうのもあるのかなと思ってますね。最近、まあ、協賛のとかイベントに関わったりとかやられてると思うんですけど、そういうのを増やしていこうという意向はありますか？そうですね、今回でやはりあの仮説がそのまんま検証できたというか、あの実際の売り上げにつながるかどうかみたいなのとは別で、あの実際に興味を持ったりとか、特にあの興味はあるけど何なのか分かんないっていう人たちの反応はめちゃくちゃいいんですよね、うん、あこれがやりたかったのねみたいな感じになるんで、うん、まあ、ちょっとあのやっぱりブロックチェーンとか、まあ、ウェブで完結できるはずのものをあえて物理空間でやるってことって一見するとちょっと遠回りですけど、あの比較的効果があるなっていう実感はありますね。私もあの全く同感で、去年7月にフィジカルイベントとバーチャルイベントを両方融合してやったんですけど、うん、でまあやっとりあえずやってみようと思ったんですが、そのフィジカルの接点の具合がすごく強いんで、あのまず興味がある人に届けやすいっていうのがあって、うん、でそこから結構あの入っていった人が多いんですね。で同時にそのバーチャルの拡張で違うあのエッセンスというか価値観を提供することでどこまでもなんか広がっていけるっていうのと、あと海外の人たちがそれをいとも簡単に来れるアクセスのところですよね。それがやっぱり大事だなと思って、うん、これ両方多分必要なことだと思うんですよ、うんうん、でしょうね。じゃあ我々も今年はいっぱいイベント、そうですね、まあ、イベントをやればいいっていうわけじゃないけども、ただあの接点はね、この回答でこの資料のとおり接点を作る活動は絶対にやった方がいいと思います。それはあのそれこそこう今のフィジカルもそうだし、あのバーチャルと、ね、今ねメタバースっていう言葉が来てるように、まあ、PC とかあの VR ぐらいねゴーグルであのこうその世界没入させるような、うん、やはりアートなんか特にそうですよね。現実世界 の美術館に行く体験を、まあ、いかにリモートでしっかりと伝えられるか、そこに対して価値をこうちゃんと皆さんにこう植え付けられるかっていうような活動は、うん、もう積極的にやるべきだかなと思います、うん、そういったイベントであればもう全然意義のあるあのイベントかなと思いますね。そうですね、うん、まあ、VR ゴーグルでも AR の、ね、グラスも出ましたしね、そうそう最近なんかその去年の NFT 関連のイベントって、まあ、場所会場を借りてサイネージがあって、うん、まあ、そこで、デジタルアートを飾ってでみんな仲間が来てお話ししてこの作品の、まあ、ナラティブを話したりとかっていうあるんですけど、うん、なんかその形のままが次の段階で同じことを繰り返してもなかなかこうリテラシー的なものは広がらないのかなっていうのがやっぱり感じてて、じゃあその次どういう仕掛けを、例えばもう海外だと街一個全部がもう NFT ジャックするみたいな、うんね、そういうイベントがあるレベルなので、うん、これをじゃあ日本でもどうやればいいのかとか、そういった形の方でこう進めたいなとは思ってます。街ジャックやりたいですね。渋谷とかもうバッチリでしょ、うん、こうビジョンがたくさんあってさ、うん、でっかい話、ね、去年の、ね、ニューヨーク、ね、NYC NFT の街、うん、街並みあれがね日本でもしやるならばやっぱ渋谷がそれをすごくベストマッチしてると思うので、あれぐらい大きな取り組みを、まあ、いろんな企業が集まって NFT としてドカーンとやるみたいな、今年チャンスありますね一回ね。なんか、うん、あのね、事業者集まってさ、なんかやれるようになりたいですね、うん、もうだって日本ではバスもあるしさ、うんうんうん、確かに、ね、大きなバスで、はい、なんか広告打ってやるのはいいですね。そうそう、めっちゃ音楽流し、そうそうそう、あの高収入バーにらねこれ金かかるぞ大丈夫か、ああいうああいうのをあのあれって結局なんだこれって最初みんな見るじゃない。で見て、あの一回タッチポイントっていうか一回もう触らせるんですよね。一回もう強引にこうこっちの世界に引き込むと、でこう理解させるみたいな。今浮いてますよここで。やりましょう。ここやんない。やりましょう。やりましょう。やりましょう。品格がどうって思ってる。俺のバニラ味が良くない。今これカットも大丈夫です。でも一番わかりやすいよ、ね。まあでもそう、ね、バニラバス。やっぱそうなんだって。NFT バスがね。NFT。次に行きましょう。はい。はい。続いてですね、センサーシップという言葉が、実は今年、うん、まあ去年の末ぐらいからマーケットプレイスはもう世界中で言われていることで、うん、やっぱ検閲、うん、その実際の NFT がいっぱい出てきて、その
まあ、著作物とか、まあ、盗用じゃないかとか、もう スパムじゃないかとかというのがあって、で、先日あのオープンシーが、まあ、あの共有コントラクトを、まあ、移行したっていうの話もあったんですけど、その前に、あまりにも、まあ、盗用作品とか、まあ、スパムが多すぎて8割が自分 のマーケットプレイスの8割がそういう対象だっていうのを公に出したことがすごく話題になっていたんですけども、うん、それぐらいやっぱり彼らアクセスが増えて、1月は100万アクセスが来たんですね、トランザクション的な、あ、まあ、トランザクションか。なので、すごくそれを裁ききれない状況にあるというのもあって言わなきゃいけなかったんだと思うんですが、これはあの、まあ、オープンにするとどこでも起こっていて、これは一つ今年 のテーマになると思います。その選んでいることが大事なというふうにも言われていますと。もう一つは一方で、じゃあそれディセントラライズドの世界なんで自由なはずじゃないのとか、表現の自由とか言論の自由とかあるんじゃないのみたいなところがあって、このなんかそのバランスがすごく求められていますが、そういったところでですね、お二人に伺いしたいんですけども、そのセンサーシップという面で我々今年どんなことができるかというのをちょっと伺っていきたいんですが、まずあのコウさんですね、うんうん、今年、まあ、我々もですねキューレートマーケットプレイスということ で、ね、自分たちで公認制でやってますけども、うん、今年あのここのポジションというのはどんな役回りをすると思われますか。そうですね、まずそもそもあの我々がこう去年の7月に7草をリリースした際も、あのもう当時すでにオープンシーはとんでもない市場を生んでいましたが、そこからこうそれをトレースせずにしっかりとこう日本のこうコンテンツ産業に合わせる形で、まあ、やはりこう誰でもではなくしっかりと検閲、まあ、これこそセンサーシップの、マーケットプレス僕は選んだんですけど、もう当時も今年も変わらないですね。やはりここは、まあ、作品そのものの、あの価値をしっかりと守って担保させて、でそれを、まあ、買う側も安心して買わせる、こういったあのマーケットプレイスっていうのが今後 NFT の市場が広まるタイミングで怪しいとかやっぱダメじゃんみたいなのが一番まずいと思っていたので、ここはあの引き続きあの今年もですね変わらずに、まあ我々は、センサーシップをしっかりと、より下手したらより強固に、うん、あの例えばこれも一つのエピソードになるんですけども、去年、3回、公認アーティストの応募をやりました。1期2期3期で、で1期目と2期目は、基本的に、まあ、いわゆるこうポートフォリオ作風だったりその方々のこういった世界観だとかそういった話、まあ、いわゆる書類審査みたいなもんですね。ただ第3期に関しては最後面接も行ったんですよ。でここはあのすごい社内からの声もあって、あの今後我々がよりあのセンサーシップの強い安心のあるマーケットプレイスを目指す際に、こうよりクリエイターさんもですね安心して出せるようなマーケットプレイスを、作るためにはっていうところの議論から生まれた結論で、面接までやったと。これはですね、もうやったことによる成果っていうのはすごく結果的に、素晴らしい作品が集まってきているので、これはもう今年もですね引き続きこういった形でより、まあ、厳しくっていうよりもより安心していけるようなのを提供したいなとは考えています。最初それ公表した時にそこまでやんのみたいなことを言ってました。言われたんです。僕が言った感じがします、はい、まああるかもしれないですねでもあのしっかり一人一人短い時間ですけど話していくっていうのが大事で、うんね、それを、まあ、ちゃんとそのエンゲージメントができたっていうのがあって、うん、まあ、これは継続してやっていきたいなというふうに思ってます ね、まあ、我々もパートナーという認識があるので、やっぱりアーティストは、うん、あの我々のこう利害関係者であれ、あのお客さんではなくてもうパートナーなので、お互いが信頼関係を結ぶためには俺らここまでやってるんだよっていうのを引き続き見せる必要はあるかなと思います。で一方で、まあ、去年マーケットプレイス NFT 販売するときに、まあ、どうしてもその例えば NFT 売買した先にそのどうしても必要なときは覚書を結ばなきゃいけないとかもあって、結局はマーケットプレイス上でその所有権っていうのは法的にはそのカバーできないっていうところもあったりとかするんですが、今後その証明するというところが非常にあの大事となった場合、ここでやはりあのスタートバーンさんのスタートレールが生きてくるのかなというのって、うん、今年さらにこの伸びていくっていうか使われる可能性が高くなるんじゃないかなと思ってるんですけど、 C さんどうですか。 ありがとうございます。そういう意味では僕らはあの今去年 NFT のマーケットがすごいあの一気に立ち上がって、世界中のマーケットプレイスが最初に売ることにフォーカスした年だと思うんですけど、僕らはもともとブロックチェーンのプロジェクトを立ち上げた時から
ミッションとしてはこの、 あの NFT が発行された後にちゃんとそれがあの世に残り続けて価値が担保され続ける世界を作るっていうコンセプトでやってたので、そういう意味でこれからあのそれがプラットフォームを横断してあの利用されるようにケースがどんどん増えてきたりとか、契約を継承しないといけないみたいな世界観っていうのがどんどんあの広がってくるかなっていうふうに思っていまして、あのまさに自分たちが準備してきたものがだんだんあの重要になってくるかなという実感はあります。でその上であのそういう意味では SBI NFT さんとの提携をしていくっていうのは、それがあの実際にこういうふうなことができるってことをいろいろなことが示せる、すごいめちゃくちゃでかいきっかけになるかなと思って僕らも楽しみにしているんですけど、やっぱり NFT の最初にこんだけ盛り上がったのってやっぱりある程度緩かったからっていうのもあるのかなと思ってまして、それこそ iPod があの世の中に初めて出た時ってソニーさんとかがすごい頑張って DRM でそのなんかコピーライトコントロールがするとかコピー作れないように頑張ってた時に、もうハードディスクにもうイヤホンがついてるだけみたいなものを販売してめちゃくちゃ売れて、でその延長線上に今の iPhone とかいろんなあのものが広がってると思うんですけど、まあ一番最初の時ってもう全くもう解剖したらもうハードディスクにもうイヤホンだけだったと、まあ、そういう意味では世界中のマーケットプレイスがもうあの単なる ERC721 をそのままベロって作ってるだけみたいなんで、原始的ですよね。そうそうそう、ね、なんでちょっと、まあ、まともなエンジニアが見ると、あこれなただの裸の NFT でねみたいなのがまかり通ってる状態なんで、まあ、できることはめちゃくちゃたくさんあるし、うん、あのちゃんと真剣に取り組んでる人たちは解決策は分かってると思うんですけど、うん、そういうのがどんどん浸透していく、あの2022-23で浸透していくのかなと思ってます、うん、ありがとうございます。まあ、そうやってマーケットプレイスとそのインフラの状況を、ね、掛け合わせて今年はさらなりこういろんなサービスを、ね、お客様に提供していきたいなというふうに思っているということで、はい、ありがとうございます。で続きまして3番目ですね、あの、まあ、1年間ちょうど1年間ぐらいなんですけど、まあ、一番最初のハイプが来てから経ちました、うん、でめちゃくちゃちょうど1年ですね、走りまくって息切れしてるんですけれども、まあ、途中自分でしっかり休憩を挟みながらクリプトの活動をしているんですけども、やっぱりアーティストからすると作品発売して、まあ、販売して作って、そこだけじゃなくてそこからコミュニティ活動、展覧会、そしてプロモーションとか、もうありとあらゆることを自分でやんなきゃいけない、なぜならば消費者とダイレクトになってしまったからということで、まあ、そういったところで、まあ、結構最近は、まあ、メンタルイシューというかメンタルヘルスもすごい言われてます、サステナビリティもすごい言われています。で同時に、まあ、例えばコレクタブルズがすごく大きな要因だったと思うんですけど、あの成功したところですね。その、まあ、3大要素というのが、まあ、ユーティリティ、あとロードマップ、コミュニティ、これをめちゃくちゃやんなきゃいけないと、アーティストとしてはもう全く違うスキルなんですよね、スケットとしては。でこれをあのどこまでできるんだと、ちょっと懐疑的になられてるところが多くて、6ヶ月半8ヶ月経った後に結構なかなかできないっていうところも見られていて、最近ではアメリカとかではノーロードマップとか、この MFAR っていうのも今流行ってるんですけど、ロードマップやりませんみたいなところも言ってたりとか、あとはもうメンタルイシューについてもすごく歌われていますということですね。でもここあのあれですよね、草野恵美さんのゾンビズキーパーとかはすごくやっぱり象徴的だと思うんですけど、彼女は天才的なプロデューサーだと思うんですよね。で本人が作品を作ってるわけじゃなくて、であのお子さんが作ってるものを彼のその作家としてのメンタルをちゃんと管理しながら、でちゃんと小学校に通って、中学校でしたね、小学校に通うっていうのをちゃんとやりながらプロモーションをちゃんとやっていて、で ああいう形ってまあなんかそういう意味では成功事例として今後もいろんなところで考えても、まあそれこそ YouTube とかのウームみたいな事務所が出てきて、でいろんなその編集作業を手伝ったりとか、うん、宣伝作業を手伝ったような事務所が出てきて、 YouTuber とかもあの伸びたように、 NFT のアーティストも、まあ、普通のアートのキャンバスのアートとか物理的なアートを作ってるところだとギャラリーがちゃんと管理したりとかもしますけど、そういうものの NFT のマネジメントとかできてもおかしくないですよね。確かに、うん、本当にそうですね。草野さんの話はあれこそまさに
クリエイターとこの、まあ、のプロデュースする人の関係性のすごくいい事例かなっていうのは、うんうん、愛もあるし、うん、そう愛もある親だからね。ミミクさんはすごいですよ。すごい、本当すごい。まず本当に C さんその通りだな。アニメ化してるもんね。そうなんですよ。どういうことって。あの人はあのそのメンタルケア、その お金の道徳を子供にクリプトを通じて教えて、うん、一方プロモーションとしては DAO にどんどん入っていって、そのフレンズ・フェッド・ベネフィットっていうところに入って、うん、いろんな海外コネクションを作って、うん、で同時にメディアとかいろんなところに営業してるんですよ。スーパーウーマンですね、うん、スーパーウーマン、うん、テレビも出てたしね、もう完璧だと思いますね、うん、あれがああいう関係があるからこそ、やはりアーティストはもともとこの先といったね、こうロードマップとかコミュニティとか、うん、有用性の部分をこだわる必要もなく、そこの設計はやはりこう周りのこうプロデュースコンサルをするようなチームがいて、初めてこうアーティストが NFT のアート活動に集中して、それがうまくいった時がものすごくいい作品として、うん、まあ、より残っていくような NFT アートだったり、うん、そういったプロジェクトになっていく、うん、これは本当に成功事例だし、ここまで求めていくのかどうかっていうところはまたちょっと、ね、また別の話かもしれないけども、うん、どうなんですか、こうやっぱりそうすると事業者をもっと増やそうみたいな、いやそれもね、あんまりこう市場をスケールする上でね、なんか形フォーマットばっかりできちゃっててつまんなくなりそうなんですね、うん、やはりこう自由でやらなきゃいけないので、ね、いろんなタイプがあるでしょうね。この前 のアーティファクト のベニートが来た時に、うん、河合スカルさんが、はい、まあ、ワンバイワンのハンドメイドのスカルを作っていて、うん、これコレクタブルじゃないんですよ。だけどコレクタブルと認定されてしまって、でものすごい僕ちょっと通訳やらせてもらったんですけど、うん、もうロードマップコミュニティビジョンみたいなずっと聞かれ続けるんですよね、うん、15人ぐらいに聞かれて同じ質問をずっとされて、うん、で彼は多分アーティストのやってたんですけど、いきなり運営にならざるを得なくて、うん、まあ、対応して頑張られてるんですけど、まあ、そういった面で違う能力本当に試されちゃう、うん、でここでやっぱり誰かがこういるべきだよね。そうそうそうですね。で、うん、普通に美術シーンでもなんですけど、コレクターとかはやっぱりその作家がどれだけ続けられるかとか、その自分の作品をバリューアップするためにどんだけ活動できるかっていうのを見てたりもするんで、うん、まあ、そういう意味では自分一人で全部抱えてるよりはなんかちゃんと誰かがついてるとか、うん、まあなんか別にそれ法人じゃなくてもいいんですけど、彼氏彼女でもいいんですけど、なんかそういう人がいると、うん、安心みたいなのあるんで、いずれにせよそういう要素って必要ですもんね。コミュニティ作るとか、うん、ファン の対応するとか、宣伝っていうのは現代アートでもこう少数でもこのちっちゃなコミュニティで支え合うっていうのはよくあると聞いて、まあそうですね、ギャラリーもやっぱトップティアのギャラリーと本当に若手用のギャラリーもあったり、でその前まで の人たちはグループ展をやったりとか、みんなでこう集って宣伝するみたいなことやったり、まあフェーズによってやっぱりこのプロモーションの仕方とか、うん、集客の仕方っていうのは違うんで、徐々にそういうのは出てくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。なんか私今年はその、まあ、現代アーティストのワンバイワンのアートでも、うん、そのスーパーファンっていうのなんですけど、うん、NFT が買ってくれたコレクターが支え合うっていう、その貢献する、うん、そのアーティストに貢献する姿っていうのがこう浮かんでいて、自分もちょっとやろうとしてるんですけど、コレクタブルさは大きすぎる1万とかの、うん、なんですけど、そのもっとその自分を支えるコミュニティで、その外にソーシャルがあるみたいなこう縮図を描きたいなと思っていて、まさにその現代アートでもやられているようなことが今年行われるんだろうなっていうふうに思っています。これはですね、なかなかセンシティブな話になると思うんですけれども、うん、あまりちょっと深く行き過ぎるとね、長い話になるんで、まあ我々が今ちょっと一番前に進めたいと思っていろいろとね、ご両名やられていると思うんですが、まあ法整備とあと税制の問題ですよね。はい、コウさん最近もう活発にやられてます。そうですね、今日話している段階3月の中旬になるんですけども、この時点でも自民党の平議員中心デジタル庁 NFT 検討パーティー T ができて、そこは今どんな活動をしているかと言いますと、やはりこう特に税制問題ですね、ガバナンストークンを発行すると、まあ、発行した時点で、含み益として、まあ、税金が発生してしまうと、そういったものが一番今大きな問題として抱えて、活発に議論されている中、我々 NFT 事業者もですね、民間のこう声をっていうのをですね、この NFT のその自民党のチームがですね、積極的に今拾い上げている最中なんですね。先ほどのコレクタブルの NFT の販売手法、
で、それに伴う、今後のロードマップでいろんなインセンティブで渡す際の、まあ、景品表示法の話とか、あとは NT 販売仕様のまたもう一つである、まあ、ガチャ規制にちょっと近いんですけども、若干ランダム性のある NT の販売手法に関しては、若干こう賭博罪にかかってしまうんじゃないかというような、まあ、さまざま、大きく言うとこの3つですね。これらがやはり今の世界、まあ、日本がブロックチェーン推進するぞっていうふうにこう声を上げていたとしても、実際あなたたちの作った法律のガイドラインに沿っていくとなかなか踏み込めないんですよっていうところを、今まさに民間と官民一体でですね、議論して、なんか大きくなんかこう流れが変わりそうな、すごく明るい形でですね、今方向に向かっているんじゃないかなというのは感じています。クローン X とアーティファクトのプロジェクトとかもそうですけど、最初にこう、まあ、日本でやるとガチャ規制に該当するようなことやって、で最初にファンを集めて、その後にできるコミュニティとか DAO 的な展開とかっていうのが、もうその勢いの延長線上でできてしまうと、自分たちが Web3 の世界をでかくしようと思っても、その一番最初の爆発を起こせないみたいなことになっていくので、まあ、単なる規制じゃなくて、可能性を減らしてしまう規制はやっぱ慎重にやった方がいいなっていうふうに思ってて、なんかやっぱり NFT の難しいところって、本当に他方ですごいアーカイブとか本当に公共の利益のために使える部分があるのに、一方で例えば、まあ、まともにポリゴンもマティックも買えないみたいな状態だったりとか、なんかそのユーティリティートークンで Web3 の世界をユーティリティートークン使ってめちゃくちゃいいものを作ろうと思ってもまともに買えないみたいな、法的にはグレーゾーンになってしまうみたいなとか、そういうのはもう本当に良くないので、規制はあってもいいと思うんですけど、めちゃくちゃ詳しい人が規制作るべきっていうか、この未来どういう風になってどういうところがでかくなるって時に、それを可能性を止めちゃうようなものは僕はやめた方がいいなっていうふうに思いますね。やっぱりこう日本ってそういった意味では規制の脈がやっぱ強い、やっぱ法律のこう整備があって、でもう過去にもう何十年も前にできている法律が今 Web3 にもちろん追いつくはずはないので、で追いつかない中で世界がもうすでにそれからの市場が爆発で出ているところを、こう規制をしっかり、やっぱりこうやって推進する側、規制する派ってやっぱ大きくやっぱり意見が毎回、それこそ まさに政治の世界だと思うんですけど、やはり今はやはり規制が強い文化があるので、これをですね、もう何かどう打開をしていくかっていうところは、これこそ我々の民間企業の声にかかっているのは間違いないですね。これは大きい流れは絶対来ると思ってます。日本に出てしまっている優秀なブロックチェーンのこうスタートアップの、ね、優秀な方々、彼らみんな日本に戻せるような国にしたい、もっと言うと、まあ、今みんなシンガポールとかドバイに行くって話聞いてます。逆に世界のみんなが規制のある国の中で日本でやろうぜ、日本ならできるじゃんみたいな、そういう国を目指したいというふうにですね、ちょうどこうそういった話をしている議員さんとの会話の中でもやっぱ出てきているので、そこはすごく期待をして活動したいなと思ってます。ちょっとさーっと今日4つほどのテーマで、今年をどんなことが課題にあってできるかということをお話しさせていただきます。少しちょっとね、見えてくるところもあって、なんか2022年こう変わっていくのかなというのを私は感じたんですけれども、ぜひご両名から今年の展望というか、そういったところをちょっと教えていただければと思っています。まずじゃあ C さんからお願いします。はい、まさに去年から、まあ、丸1年って聞いて、あ、そんなにしか経ってないのかなって思うぐらい、まず僕らは物理的なアートのブロックチェーン証明書から NFT を使ってたんですけど、3月4月5月でデジタルアートにどう対応していこうかとか、そういった話をしてたのがもう本当に昨日のことのようなことなんですけど、でそこから本当にめちゃくちゃもうな、もうもうなんだろう、濁流みたいな、そうそうもう目の前、まあ、普通に水平感覚も失うぐらいのレベルで、360度からいろんなインパクトがあった1年だったと思うんですけど、ようやくこう周りを見渡せるぐらいになってきまして、で振り返ると一つ一つの判断間違ってなかったなっていうふうに思っていて、でまたこれからどん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 、先ほどの話もあったように信頼性とかが重要になってくるフェーズが来てきたので、まあ、地に足をつけた対応をしていくのがまず必要だなと思いつつ、まあ、あとはやっぱりコウさんもさっきおっしゃってましたけど、やっぱり積極的に規制緩和に向けて活動したりとか、
あとはあのリテラシー向上のために、まあ、一人一人とコミュニケーションして、まあまあ、地味な活動で蓄積していくしかないかなというふうに思いますね。で最終的にはなんだかんだ言って3年ぐらい経てばもう本当に世の中みんながあのさっきの割合で言うとあの 90% が知ってる状態になるっていうふうに、でそうなったらば本当に社会の基盤として NFT だったりとかブロックチェーンというのはすごく重要になってくるというふうに信じてますので、それに向けてあの真面目にやっていきたいなというふうに思ってます、うん、ありがとうございます。まあ、日本人は特性的にも少し飛びつくのが遅いかもしれないけど、一旦身につけたらすごく長く持つかもしれないので、ね、まあ、その辺ちょっと、うん、あの頑張っていきたいなというふうに思いました。ありがとうございます。じゃあ、こうさんお願いします。そうですね、今年は、まあ、去年も今言ったようなこう激動の1年だったので、それがだんだんいろいろと落ち着いてきている1年が今年なのかなと思いますけども、その中でやっぱり一つは、まあ、今日のテーマでもありましたけども、やっぱりこう日本の認知度の低さだったりとかリテラシーの部分ですね、これをいかにこう、まあ、マスアダプションにさせていくところで、まあ、我々がやらないといけないことというのはいくつか課題、あのたくさんやらないといけないことあると思うんですよ。まあ、まずやっぱり一つはそのとにかくこう持つことの意義、有意義というかその理由というか、こうそれをしっかりと与える。そのための一つはあのもう NFT を、例えば今アートの話とかがやっぱり文脈として強いんですけど、ちょっとこうユーティリティ性のある、例えばもう本当にそれこそ割引券とかチケットとか、うん、まあ、会員券とかね、ああいうあの何らかしら持っているだけでいろいろとお得になるよっていうような NFT をどん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 こう一般化商品化して、まあ、それをまあ持ってもらって実際に体験してもらう、こういった活動が一つ大きく日本の中でもリテラシーが広まる一つの施策になるかなというのが我々やらなきゃいけないなっていうのが一つと、もう一つはあの日本国内の市場においては、あのやはり日本はやっぱり世界的に見てもエンタメ文化の強いコンテンツ大国ではあるので、そういったあの、まあ、漫画だったりゲームとかそういった案件を中心にですね、世界にもですね、あ、日本のコンテンツがいよいよ世界に NFT として出てきたんじゃないかというようなこう爪痕を残す、そういったプロジェクトを積極的に海外に発信していく。そのためにはもちろん我々のような、マーケットプレス事業者もそうですし、サートパーンさんのようなこうちゃんとしっかりとした先であることを証明するサービス、こういったものが連携して、まあ、特に我々はねパブリックチェーン、イーサリアムのチェーン、まあ、世界が主流のものがもちろんイーサリアムでありますけども、まあ、我々のようなパブリックチェーンの事業者がですね、世界的にどん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 日本のコンテンツを外に出していく、こういった活動も、やっていくべきかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。今日は私のモデレートのもと、スタートバーンの C さんと、あと弊社代表コーに今年の展望とそして課題について伺っていきました。もうすでにリリースリニューアルローンチはしていますけれども、改めて七草から SBI NFT マーケットに、リニューアルしていますので、そこで、まあ、我々そしてスタートバーンさんのサービススタートレールと一緒にいろんなパートナー様、いろんなアーティストに向けて、より良い NFT のライフを、提供するということを目指して、今やってますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。します、コウさん、永田さん、Cさん、本日はありがとうございました。本日は NFT 市場の課題についてお話ししていただきました。この番組では他にはこのようなトピックを扱っています。ためになったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。